森田美幸は NHK のエグゼクティブアナウンサー。札幌市立南小学校、札幌市立柏手は中学校、北海道札幌南高等学校、北海道大学文学部卒業。高校時代は岩田里と同級生。大学では英文学を専攻した。大学在学中に教員免許を取得し、卒業後は学校教員を志望。 そこで、社会人経験を積んでおこうとの思いから、就職活動は、百貨店や子供に関するグッズ等を扱う会社を中心に行うが、どこからも内定を得られずにいた。1984年に、NHK 札幌 FM ラジオの DJ、募集選考に応募。DJ としては採用されなかったが、ニュース番組担当のスタッフの目に留まって、契約職員として採用される。 その後上司の勧めもあり制職員採用試験を受けて、1987年にアナウンサーとなり、引き続き札幌局に在籍。1988年の改編で NHK 放送センターに異動となり、イブニングネットワークと7時のニュースサブキャスターに就任。その後も NHK ニュース21、NHK ニュース7、NHK ニュース10など報道番組を中心に、 数々の番組を担当。2007年4月から一度札幌局へ戻ったが、後に再び東京勤務となっている。課長級チーフアナウンサーから2002年部次長級、2008年部長級に昇進。2014年6月13日付の管理職の人事異動でシニアアナウンサーからエグゼクティブアナウンサーへ昇進。局内でのニュースキャスターとしての評判はよく。 ニュースの森田と呼ばれたこともある。ありがとうございます。